ウータンとは NHKE テレで放送されている幼児向け番組いないいないばーに登場する操り人形のキャラクターである。2003年4月から番組に登場。キャラクターデザインは松屋や声はマミヤくるみが担当している。主なコーナーにウータンと一緒などがあるほか歌コーナー、アニメ、人形劇のシーンにも登場することがある。頭部に マラカスのようなものがついているのが特徴である。音楽の国生まれ。音楽の国にある、音楽の森に住んでいる、小さな妖精。一人称は、ウータン。男の子でも女の子でもない。年齢は一歳半くらいだが、ワンワンワンダーランドの2016年4月放送分では2歳と言っている。誕生日は、秘密。肌の色は薄い黄色。頭部から左右に伸びている。 花柄の丸い物体がトレードマークである。この中にはマラカスが仕掛けられている。赤かオレンジ色に近い色の服を着ており、その服には上から順に赤、黄色、緑のボタンらしきものがある。好きな色は黄色。かくれんぼが得意。性格は基本的に陽気で、いつも明るい。時々あんちゃで、いたずら好きな面を見せることもある。登場するときは、 基本的に元気であることをアピールする。うーたんの由来は歌が好きであることから、瞬間移動や物を作り出す能力を持つ。また、飛行機や船、重機の運転もできる。歌が好きで嬉しいことがあるときは、うー、うーたん、という鳴き声とともに顔を左右に振って頭部のマラカスを鳴らす。ぬいぐるみの場合は鈴が入っている。好きな食べ物は海苔巻きとお茶。 前日の通り、音楽の国の要請だが、2007年に舞台が、森の国に、2011年に舞台が、お日様の国に、2015年に舞台が、遊びの国に、2019年には、舞台が、笑顔の国に変わった後も引き続き出演しており、番組の歴代操やつり人形の中では、出演期間が最長である。グータン、バコン、歯磨きマン、毛ーチャップン、ククー、 オマルン、ベンキー、ローリー、ローラー、ティーちゃん、キャンキャン、ゴットン、バケッパ、パッパといった15名の仲間がいる、などがある。なお、キャラクターグッズのブランドは番組名ではなく、ワンワンとウータンとなっているものがある。ありがとうございます。